元男の子の青木かのんと、元男の子 YouTuber のチルです。よろしくお願いします。お願いします。2回目のコラボで。2回目ですね。タイトルにもあるんですけども、今回ですね、元男の子 YouTuber さんのチュルさんが、今まで改造にかけた金額がなんか600万、はい、そうですね。整形手術のみだけで600万。脱毛とか、脂肪冷却だとか、そういうの入れたら、800ぐらいくるんじゃないかな。700、800万ですか？わかりました。ちょっとそれを、内訳をいろいろ聞きたくて、はい、順に聞いていきたいんですけども、まず重たくない、ライトな内訳から聞いていっていいですか？はい、わかりました。すべての手術の説明が終わった後にですね、私の脳再建の時の写真をお見せします。マジか。最後まで見てね。私もまだ見てないですよ。めちゃくちゃ楽しみです。お願いします。お願いします。まず、涙袋、よくないですか？えぐいっすよ。え、だって、ここにメス。ここ、メスじゃないです。ここに注射打つんですよ。ここに、はい、こう、ツンツンツンって。おいくらですか？12万3万ぐらい。ああ、でも、私あんま入れすぎないように。減ってきたらまた足すみたいな感じで定期的にやってます。減っていっちゃうんですか？そうですね、ヒアノン酸吸収されちゃうので。そっか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 。そう涙袋と、その次が口角のボトックス打ちました。筋肉をこうギュッて縮こませるんですよ。なので、そうエラにも打ってます。ボトックスはこことここに打ってます。無表情の時に口角が下がんないようにしてます。だからあれですか、口元がめちゃめちゃ綺麗なんですか？なんか魅力的っていうか。年を取って、ちょっとこう垂れてきたなっていう。やめてください。だって1歳しか変わんないですよ、私たち。いや、じゃあ、ほんとそうなんですよ。あと1歳ちょっとなんかわかります？ちょっとやめてください。いや、変わんない。1歳なんて。トータルおいくらですか？ボトックスは全部ででも、5万ぐらいじゃないですか？でも安いですね。安いです。なんか、最近やり始めたんですよ。ここに打つんですけど、はい、まあ、打つ時もめっちゃ痛いんですよ。口周りってすごい痛くって。はい、と思いながら打って終わった後ですぐ効果が出ないんですよ。最低でも10日間は様子見ないといけなくって、はい、でその10日間の間にどんどん食べ物が食べづらくなるんですよ。あ、どんどんこう弱体化していくから。で、効果が切れるっていうことは、要は筋肉が復活するってことだから、その状態を永遠にこうループさせて作り返していかなきゃいけない。あ、で、それで徐々にちっちゃくしていくみたいな。なるほど。そしたらじゃあ、お次はどちらでしょうか？リフトアップ整形。糸とかですか？糸です。溶ける糸が、コラーゲンリフトみたいな、よくあるじゃないですか。はい、なんかの、リフトアップしましたねみたいな、ああいうのも14本ぐらい入ってます。ほっぺたの内側ですか？そうですね。なんかここから注射で麻酔刺して、この辺もまた刺して、で、もうこの辺麻痺させた後に、この棒みたいなのがあって、で、そこにちょっと特殊な形をした糸を入れるんです。その棒を刺すと中の方にそれが入ってて、その棒だけを抜いて、それで糸をキュッキュッってやってあげるんです。それを、なんか1回の手術で片面4本とか3本とか入れてリフトアップをする。痛くはないってことですね。私は麻酔で狂ってましたね。正気麻酔ってあるんですけど、その正気麻酔して局所麻酔してって感じ。ちょっと頭がぼーっとする感じ。そうです、ね。あーでも、私ピアス開けただけで貧血起こしたやつなんですよ。じゃあ荒野行動とかできないんですか？あ、無理っす。歯の治療とかでも私全身麻酔でやってくれっていうぐらいだ。あ、なるほど。もう意識がないと。もう嫌ですね。リフトは病院によってすごい様々なんですけど、はい、まあ、大体40、50ぐらい。なんか糸入れる本数によります。まだある感じで。目頭切開をしました。目頭を切るときって、意識はある状態じゃなくてダメでした。意識ある状態で、なんか、いてみたいな感じでやってました。パチンパチンって音するんですよ。腰が抜けるからやめてください。毛小ひだを切って目を大きく見せるっていう手術なんですけど、でもまあ、エグかったですよ。あと、抜歯とかもありますからね。痛いって言ったら。糸をこう止めてあるやつを、全く麻酔とかも何もせず、引っ張られて、パチン。切られる。ちょっと結構きついですね、これ。次、包茎ですか？そうですね、次、包茎ですかね。包茎した時は、目頭と一緒にやったんですよ、私。はい。その時に、最初に包茎だったんですね。はい。背中をこう丸めて、骨髄っていうんですか？注射で麻酔をするんですよ。ちょっといいですか？ここで、こう、ポコポコポコってやられて、ここに、何のために背中を？なんか背中にやるらしいんですよ。そうするとこの上半身が麻酔かかるらしくって。麻酔をした後に、なんか寝ちゃったんですよね、私何かの麻酔で。で、寝てる間に、おっぱいが入るわけじゃないですか。筒状のものが例えばあったんですよ。その中にシリコンバッグがこう入ってる。それを押し込むものがあるんですね。はい。この脇を切ったところに、筒みたいなのをこうぶっ込んで、スポンって出して入れるんですよ。こう、もう無理。おいくらですか、それは。それは、目頭切開と一緒で、75か80だったかな。
ああ、なるほど。わかりました。もうその辺ですかね。いや、まだ全然ありますよ。え、まだあるんすか。そうですね。まあ、とりあえずその後は、青木さんもね、あ、でも性転換手術系。それおいくらでした？滞在費とか、全部込みで、50ぐらいですかね。高級品ですね、私より。いや、なんか、傷が残りづらい、ちっちゃくするやつで。はいはいはい。でも、これはちょっと自分の中で面白い話なんですけど、はいはい、それとは別に私、抗がん摘出手術を受けてるんですよ。玉取りですね。その玉取りは、まあ大体20万とかそんぐらいじゃないですか。うん、玉取る時にめちゃくちゃ意識があって、はい、知ってます？あれ、抗がんの出し方。知ってます。私、全身麻酔ですもん。で、これ言って大丈夫ですか？あ、いいですよ。ちょっと頑張ります。抗がんって取るときに、一本しか、袋の部分っていうんですかね。本体に一本しかメス入れないんですって。その一本メス入れたところから、どうやって二つの抗がんを出すんだっていう話なんですよ。片方だけをこう握って、こう、ブニってこっちに出して、それをグリン、グリン、グリン、グリンってこう、抗がんをやめてもらえて、その傷からギュッボーって出すんですって。はい、そうですね。知ってます。で、その二つやった後に、なんかこの管が通ってるんですよ。その管をこの電気メスでビリビリビリとかってやるとか、ちょこちょきんって切ったりとかして、私は、めっちゃ意識があって、布団かぶったんですよ、私は顔に。あ、怖い！あ、痛い痛い痛いみたいな感じで、あーとかってかぶってたら、その医師が手を滑らせて、私のお腹の上に抗がん落としました。マジっすか？私の腹の上に、私の抗がんを落として、そしたら、その医師が、ここがね、私のお腹だとしますよ。これが例えば玉だとするじゃないですか。これがポトンって落ちるわけですよ。で、それをこうやって医師がこうやってさって取って、横から看護師がこうやって、拭くんですよ。すごいなんかその時に、ふって待って、こう、布団開けちゃって、その時の看護師の顔が、みたいな感じで、怖くせえ、何この病院って思って、帰りに、やめしゃーつって叫んで帰りました。さっきまでの鳥肌が吹っ飛びましたよ。この玉が20万円ってことで。そうですね。次が、おでこと顎。そこに、私は注射を打ちました。液体シリコンっていうのを入れたんですよ、顔に。入れたっていうのが、これです。で、おでこも入れたんですよ。それがもう表面から注射打つ感じになるんですけど、で、それがいくらだったかな？ 20 万、30万ぐらい。え、そんな高いですか？何回も入れたんですよ。お直し、お直し、お直しとかって言って、結構いろんな病院回ったんですよ。一回目失敗したんですよ、私。おでこボコボコになっちゃって、ブチ切れた時のピッコロみたいな頭してたんですよ。ピッコロになっちゃったから、うん、そのピッコロを直したくてまた入れるんです。でも治んなくてまた入れるみたいな。っていうのを何回もやって、結局、2、30万どころじゃないや。もう3、40万ぐらい入れてます。でも、顎は一発で終わったんですけどね。うん、でも結局治らなかったんですよ。1回目のボコボコが。で、その後に、ちょっと自分の YouTube の方の動画でも出してるんですけど、おでこと喉仏を削る手術をしました。喉仏は知ってます。そういう手術があるの。多分知ってんの、ここから切るやつじゃないですか。はい。私、ここから切ったんですよ。中から。全身麻酔だからちょっとどういう風な感じになったかわかんないですけど、まあ、ここの辺の感覚は未だにちょっとないので、だからご飯食べててこぼしててもこの辺ついてても気づかないですよ。全然気づかないからもう一回一回ティッシュで拭いてます。だからもうティッシュめっちゃ使うんですよ。あ、なるほど。青春を謳歌してる。男子みたいなゴミ箱になって。ちょっと待って、ね、夜の店にしないでください、ここ。で、多分、ここからなんか削る何かをこうガーって入れたんだと思う。それかこうやってガーって開いたかどっちかわかんないんですけど、人間の皮膚って結構異常なぐらい伸びるんですって。それが、こう、グワーンって伸びて、それをグワーって削ったんですよ。うん、私、ここの喉とか、ここが平らになってるんですよ。ここの辺ちょっとね、私は顎がちょっとあんまりないんで、なんか、この上向いた時のラインすごい汚いんですけど、許してください。いやいや、で、おでこの手術、話なんですけど、うん。え、おでこの手術が特大ですか？特大ですね。かなり。ちょっと準備しておきます。まず、私、さっきシリコン入れたって言ったじゃないですか。はい、そのシリコンを取らなきゃいけないんですよ。はい、でも溶けないものだから、何か注射を刺して溶かしたりとかすることができないんです。なので、書き出しました。まず、ここを開けて。え？そっか。そこからか。すいません。まず、ここを開けるんですよ。ここを切って、傷見ます？ええ？ありますよ、なんとなく。あるこれです。こっから切ったんですか、頭。そうです。こっから切って、脳みそ。ここまで。半周ぐらい。ちょっと、それをベロンってやって、脂肪吸引なり、なんかこう、かき出す、なんか、器具みたいなのを使ったりとかして、まず、中のシリコンをできる限り取る。まあそうなると、まあ元々入ってたわけだから、皮膚が伸びちゃってるわけですよ。だからもう何か入れないといけないんですよ。そのために私はゴアテックスっていう
う、なんかプロテーゼよりも柔らかくて体に順応性のある素材のものをおでこに代わりに入れました。で、その時の手術のやつ見ます？顔。その喉仏とおでこを一緒にやった時の手術の時の画像があるんでよかったら見てください。パンパンに顔が腫れてるんですけど。おいくらですか、ちなみに。渡航費とか全部込みで150万ぐらい。わぁ、結構しますね。先にじゃあ視聴者さんとカメラマンさんに見して、カメラマンさんの私表情見ます。見えますか？あー、パンパンですね。どうですか、結構。全然そんなめっちゃグロいわけじゃない。やってみます。いいですよ。好きに笑って。いや、意外と、あれですね、別にグロくないですね。シャワー浴びれるのにもすごい、やっぱりここ切ってるから、すごい時間かかるんですよ。はい、で、やっとシャワー浴びれて、その包帯を取りましたっていう時の顔が、これです。下唇はちょっと、すごいですね。今、これ。見たいです、見たいです、見たいです。どういうことですか？やばくないですか？バーバパパって感じ。これで、チュルさんのカスタマイズ遍歴、ね。多分、あとちょっとちょこちょこいろんなことやってると思いますけど。じゃあ、ついに解禁ですか、その P4 の写真。あ、そっか、そうだった。そしたらじゃあ、チュルさんの男子時代の画像をお願いします。せーの、ポン。全然違いますね。違いますね。なんか、ギャロですね。同一人物ってわかんないですね。あ、本当ですか？いや、わかんないですよ。見ました、肉団子。もう見ました。弟かな。あー、そっかそっかそっか。目と眉毛の幅も全然違いますから。あ、そうですね。もう全然イメージは変わったと思います。唯一、瞳が大きいぐらい。そんなカラコンですかね。ごめんなさい、あっさいコメントしちゃって。あ、でもめっちゃギャル男の時もありますよ。ギャル男。めっちゃギャル男じゃないですか。こんな、うわーって時です。これ15歳とか。チュルさんのいろいろ今日知れましたよ。ありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございます。ということで、今回ですね、チュルさんのいろいろ知ることができました。そんなチュルさんの、チュルさん。それはダメ。そんなチュルさんのチャンネルは画面の下にリンクありますので、はい、ぜひチャンネル遊びに行ってください。コラボしてますので、ぜひそちらをご覧ください。はい、お願いします。そして、Twitter、Instagram、LINE 公式アカウントもありますので、そちらも画面の下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。